1977年の下川駅と貨物ホーム。周囲約500メートル750メートル範囲。右が門別方面。左側に下川駅の本家前があり、少し離れた右に戦後に設置された大きな貨物ホームと側線がある。周囲はかなり広いストックヤードとなっていて、パルプ材が望みされているが、すでにまばらである。 北側のエ林リン所のストックヤードはすでに草むしで一部が宅地になっているが、かつてはサンル森林鉄道が引き込まれていて、町と名よ川を挟んだ対岸のシリウサンル川上流から木材を搬入していた。この基盤跡は、上中央より少し右寄りから本線に対して、直角に向かって入る道路として残っている。ヤード右側の水色の家屋は、当時の機関車庫の一部、 最盛期の頃はこれらのヤードが満杯になったこともあった。また、写真下端に、堂々354号が本線と並行して走っているが、1951年に廃止されるまで、下川鉱山軌道がこの道沿いを右へ向かい、下川ペンケ川上流の鉱山まで引かれていた。この軌道はまた、下中央から少し右寄りに見える青い屋根の民家の庭先で九十度上に曲がり、 貨物ホームの左側でまた90度左へ曲がって、本線と並行して、下川駅構内へ向かっていた。基盤跡がこれらの曲がり箇所に残っているのが見える。また中内よろ森林鉄道パンケ線は、この民家から、ペンケ線とは逆方向へ向かって曲がり、町営住宅や左下に見える、建設中の中学校の敷地を通って、桑の沢川の上流へ向かっていた。 国土交通省国土画像情報をもとに、作成下川駅は、北海道上川郡下川町共栄町にあった、北海道旅客鉄道名寄本線の駅である。名寄本線の廃線に伴い1989年5月1日に廃駅となった。1986年まで運行されていた急行、門別の停車駅であった。当駅の所在する地名より、廃止時点で、 相対式ホーム2面2線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは駅舎側ホーム中央部分と対向側ホーム西側を結んだ構内踏切で連絡していた。線路北側の駅舎側ホームが下り線、対向側ホームが上り線となっていた。その他1983年時点では下り線へにる方から駅舎側に分岐し、 駅舎東側のホーム切りかきき部分の貨物ホームへの貨物側線を2線、また上り線から分岐し、対向側ホームの外側への貨物側線を2線、また副本線の円軽方から分岐した側線を2線、有していた。職員配置駅で駅舎は構内の北側に位置し、下り線ホーム中央部分に接していた。本線廃止に伴うバス利用者等の利便を図り、 交通資料の保存展示、町民の生活文化工場を目的として1991年1月に開設された。バス待合室やトイレ等が設置され、エントランスホールには鉄道コーナーがあり、駅の写真などが展示されている。1階には下川町商工会、観光協会が入居し、2階にはコミュニティホールなどが設置されている。 上記の下川町バスターミナル合同センターのほか、にぎわい広場、林業総合センターなどが設置された。広場には、名寄本線で使用された車両である、キハ22系機動車キハ22237、キハ22245の2両が連結された状態で、生体保存、展示されている。これらの車両は2000年、車内はお座敷風に改装されている。また、 名よ本線の遠隔が記載された鉄道記念碑が混流されている。路盤後は、ふるさと通りとして道路が整備された。旭川営林局下川営林署の管轄として、下川駅に隣接した2つのストックヤードを設置し、1956年頃まで作業軌道を含む総延長4 0トル近い森林鉄道を有しており、 その間、下川鉱山の未成年鉱石運搬にも使用されて、これら天然資源の貨物が下川駅を利用した。その後徐々にトラック輸送に切り替えられ、1959年の森林鉄道全廃に伴い、下川駅は扱う貨物の大半を失った。ありがとうございます。